ですね、毎年毎年、メロンが盗まれるんだ、いろんなところからいろんな人たちがやってくるから大変なんだけどね。でもやっぱりあのサーフィンベーススポーツは地球を相手にスポーツしてるスポーツなので、ずっと、なんか見守りたいなと思っています。永田隆が凝ったことやっております。海猫のスライドでやっております。赤ウミガメが産卵する声もやるみたいな感じがします。誰が顔でやれっつ聞いてください。ミッドナイトスマホだと
リード、ユーザブロー君でした。ありがとうございます。ありがとうございます。